やっぱり一作目、まあ、今回メガドライブなんですけども、一作目がやはり自分がちょうどあのゲームを制作する仕事に携わって、1年目ぐらいにか 2年目にかかってないぐらいの時に作った、2年目ぐらいかなの時に作った作品ですし、自分がその初めてその背景デザインというものを全て任された作品ですので、非常に思い出深いです。まだあの当時のその絵ですので、色をいっぱい使えなかったりとか、それからキャラクターもいっぱい使えなかったりとかしたゲームですけども、とてもその女性の先輩と2人でデザインをしたんですけど、そういう中で楽しいゲームを作ってこれたので非常に印象深いです。まあ、アレックス・キッドが先に作られて、その後に、まあ、あのソニックが作られているんですけど、アレックス・キッドはやはりあのまだ当時 の、 そのいわゆるアクションゲーム、こう飛んだり跳ねたりだけで楽しくこうゆっくり遊ぶっていうゲーム性だったんですけども、ソニックはやはりその新しいアクションゲームの中でも、特にそのいわゆるカトゥーン、キャラクターを使ったゲームの中でも新しいものを作ろうということで、その中にスピードであったりとか、その画面がぐるぐる回転したりであったりとか、そういうことの新しさを求めたものでした。アレックス・キッドはやはりそれよりももう何年か前の作品ですので、当時のまだゆっくりとしたあのリズムで遊ぶゲームだと思います。当時はもっと容量があればいいなと思っていたぐらいで、本当はまあ最初の当初の予定よりも容量は増えてしまったんですね。ただもうその後にそろそろいわゆる CD であるとか、いわゆるもっと大きな記憶媒体というのが見え隠れしていた時代だったので、もっとそのROMではなくて大きな容量のものをもっと作りたいなと思ってました。そうすればもっとファンタシースターの4のいわゆるイベントの時に出てくるこうキャラクターの絵とかも大きいものが出せたりとか、もっといっぱいいろんなことができたんじゃないかなと思うと、あのできたらその後の CD とかでも作ってみたかったかなとちょっと思ってます。うん、それはあの私も全面的に4というのはあの、まあ、1とかだとそのキャラクターのデザインであったりとか背景デザインというところに限られているところもあったんですけど、4というのは全体的にそのストーリーを作るところから設定から、それからキャラクターのデザインからみんなで意見を出し合って、まあ、私がリーダーとしてやってきたんですけど、そのアメリカでそこが一番面白いと言ってもらえるのは非常に嬉しいです。やはりその今までの 1,2,3 というシリーズを積み重ねてきて、で4が出たから、今までのその 1,2,3があってこそ4が人気あるんだなとは思ってるんですけども、やっぱりそこの 1,2,3 の、まあ、その星の謎であるとかキャラクターの謎であるとか、またその1に出てきたキャラクターが4に出てきたりとか、その人々がいろいろ遊んできてくれたものの集大成として4があるので、そこがやはり皆さん気に入っていただいてきてるんじゃないかなとは思ってます。